い、皆さんこんにちは、みさとです。今日はよく使われる英語の訳し方3つを紹介したいなと思います。これは海外ドラマとか映画とか日常会話ではすごくたくさん出てくる表現になりますので、ぜひ覚えて使ってみてください。それでは Are you guys ready? Let's get started! まず1つ目は I want to I wanna I want to I wanna 例えばI want to eat ice cream. I want to eat ice cream. I want to go to the beach. I want to go to the beach. 二つ目 I am going to. I'm gonna. I am going to. I'm gonna. これは何々をする予定という時に使われます。例えばI am going to meet up with my friend. I'm gonna meet up with my friend. ちなみに meet up with で誰々に会うという意味になります。3つ目 got to, gotta. Got to, gotta. これは何々しなきゃ I have to と同じような意味で使います。例えばI gotta go now. I'm gonna miss my last train. はい、ではこの3つをまとめると I wanna 何々したい I'm gonna 何々する予定 I gotta 何々しなきゃ。これの練習法として2週間チャレンジでもいいので、例えば今日からこのビデオを見てから2週間1日に3分ずつ例文を作ってみる。 I wanna の例文、 I'm gonna の例文、 I gotta の例文、これを1日3文ずつ作ってみましょう。で、よろしかったら自分の作った文章をコメント欄にどん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 書いていってメモとして使っていってください。皆さんでシェアしましょう。はい、これで今日のレッスンは以上になります。このビデオが役に立ったなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で、私たちインスタグラムもしております。こちらインスタグラムのフォローもお願いします。そしてオンラインレッスンたくさんお問い合わせをいただきありがとうございます。で、オンラインレッスンご興味ある方は下の概要欄に詳細を貼っておくので、そちらからぜひチェックしてみてください。 Alright, so thank you guys so much for watching and catch you guys next time. Bye bye.